はい、皆さんこんばんは。お元気でしょうか。はーい、こんばんはとか言いながらこれを録音しているのは、今2時30分です。昼、今ご飯を食べ終わって朝のレッスンしてご飯食べ終わってポッドキャスト作って今って感じなんですけど、ちょうど眠い、今ちょうど眠い、ね、今目をつぶりながら喋っております。はい、まあ、今日はね皆さんに何をお伝えしたいかと言いますと、まあ、11月になりましたよね。で、まあ、ハロウィン終わりましたと。それはいいんだけどさ、最近スーパーとかコンビニとかに行くとクリスマスソング流れてんだよね。ね、早くない？本当にもうって感じ。ちょっともうちょっとなんか休憩させてほしい。ハロウィンからクリスマスに行くまでに一回ちょっと休憩を入れてほしいと思うね。なんかもうスーパーとか行くとその子供用のクリスマスお菓子グッズが売ってたりとか、この間家具屋さんに行ったのよ。日本のイケアみたいなニトリっていうところなんだけど、ニトリに行ったらクリスマスツリーとか、なんかクリスマス系の家具がいっぱい売ってて、家具っていうのかな、なんかデコレーション。早い、早いんですけどって。まだあと2ヶ月もあんのに、そのハロウィンが終わった瞬間にクリスマスに行くのマジでやめてほしいなって思います。まあもしかしたらね、このポッドキャスト聞いてる人の中では、え、クリスマスソングいいじゃん、ワクワクするじゃんって思う人いると思います。特になんかなんか欧米の国の人たちはクリスマスソングを聞くとウキウキワクワクするみたいな。いや、その気持ちわかる。私クリスマスすごい好きなの、大好きなの。この1年のイベントの中でクリスマスが一番好きなのね。そうだから、好きだからこそ思うの。なんかクリスマスソングを聞くと子供の頃のクリスマスをすごい思い出すのね。あー、なんか家族でみんなでケーキとか食べてプレゼントを、夜サンタさんからプレゼントをもらえるみたいな感じで寝るときに楽しみにしてたなとか、なんか友達とクリスマス会とかしてたなみたいな、なんかそういう思い出を思い出してちょっとね、なんか寂しくなるんだよね、クリスマスソング聞くと。お年寄りみたいな話してるんだけど、なんかクリスマス、今年もクリスマスかって思うと、ああまた年取ったなとか、1年ってあっという間だなみたいな。まあ年取ったなっていうのは、私自分が年を取ったのは全然いいんだけど、親がやっぱり年を取ってるっていうのを感じるのがすごい寂しくなっちゃうの。